周辺地形鈴鹿峠は、三重県亀山市と滋賀県高架市の境に位置する東海道の峠。標高は357メートル。滋賀県側は比較的なだらかである一方、三重県側は高低差が急激であり、現在でも箱根峠に次ぐ国道1号有数の難所と言われるほど険しい区間が多い。東海道本線や東海道新幹線、 名神高速道路もその険しさによる難工事が予想されたために、このルート採用を断念して中山道に迂回している。大津から名古屋まで東海道沿いに鉄道を、敷設しようとした関西鉄道も草津駅から三雲駅までは東海道に沿ったものの、三雲駅から先は鈴鹿峠の南にある加田越を、 片トンネルにて通り抜けるルートを選択し、関駅より再び東海道沿いに、関鉄の名古屋駅を目指した。これが、現在の草津線と関西方位線である。現在では、鈴鹿峠を越える、国道1号とほぼ並行するルートに、新名神高速道路の鈴鹿トンネルが開通している。結果、鈴鹿峠を抜けるのは道路のみで、鉄道は実現していない。 鈴鹿山脈の中で最も低い位置にある峠で、古くから紀内から東国への重要なルートであった。天武天皇元年の人心の乱に際しては、大天王子に味方した伊勢国士の兵が鈴鹿山道を封鎖している。アスカ時代に、現在の亀山市石地区に鈴鹿関が置かれ、以後これより東を関東と呼んだ。当初は伊賀国を経由する片越えの道が用いられていた。 人那2年、五木主義内親王の遺跡を契機として、鈴鹿峠を経由する神道が開かれた。その後明治に至るまで東海道の本堂として、機能した。また、鈴鹿山と呼ばれる、鈴鹿峠とその周辺の山地は、五千和歌集以降歌枕として、多くの和歌に読まれた。盗賊の横行する場所としても名高く、神道開通12年後の正体元年には、 伊勢神宮への直視一行が襲撃され、以後鈴鹿さんの盗賊はたびたび秘書に現れることとなる。こうした中で、坂の上の田村丸による、鬼神大竹丸大寺や、女盗賊立江星の伝承が生まれた。峠を隔てて、滋賀県側には、土山の田村神社が、三重県側には、坂下の片山神社があり、それぞれ、田村丸や鈴鹿御前を祭り、室町時代、 江戸時代を通じて、東海道の旅人たちの守護神として数敬された。研究5年、大見国甲賀郡の鈴鹿峠の麓を領している、御家人、山中俊直が鈴鹿山警護役に任じられ、か禄二年には山中俊信が盗賊を退治した校によって、山中村児童、鈴鹿山盗賊追武士に任じられている。以後も、山中氏は代々鈴鹿峠の警備を任されている。 江戸時代には、東海道五十三寺として、坂下塾、土山塾が整備された。聖徳年間、重さ三十八トン、高さ五点四四メートルと、巨大な万人工場野党を、四国のコンピラ参りの工獣が鈴鹿峠に建てたと伝えられる。東海道を往来する、行商人信者が常夜党に火をともし、伊勢の海遥か彼方、 四国コンピラ神社に公開と道中の安全を祈願されたと言われている。これは山中村、高畑三天が谷より運び出され、山中村、坂下塾、甲賀谷の人等、三千人の奉仕で出来上がったと言われている。明治23年に草津津四日市間に関西鉄道が開通したことにより、東海道の要衝としての地位を失った。現在の鈴鹿峠は、 自動車社会の急速な進行に対応すべく、国道整備が進み、旧街道は東海自然歩道の一部として残っている。峠付近では国道1号のバイパス整備が進んでいる。高展時は鈴鹿峠バイパス30県側区間は徐行もしくは通行止めになる。また、冬場は路面凍結に注意を要する。ありがとうございます。